メジャーリーグに行きたいではなくて、サイヤング賞を取りたいと。サイヤング賞を取るためには、早くメジャーに行って、その舞台に慣れて、その舞台で活躍する。こんにちは、ジャーナリストの宇治原です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、千葉ロッテの佐々木朗希投手の、メジャー挑戦についてお話をしたいなというふうに思います。結構ね、今ニュースなので、佐々木朗希投手がね、メジャーリーグ挑戦を直訴して、なかなか、ね、2024年の契約を結んでいないというニュースがよく流れていてね、まあ、それに対するいろんな意見が流れていると思うんですよね。最近ニュースになってるんですけど、今日はそんな話をねしていこうかなというふうに思います。まあこれね、今年ねメジャーに行くっていうことはまあほぼほぼないとは思うんですけれども、おそらく彼がまあこのオフにまあそれなりにこうメジャーに行くことをねこう実現するために何かをねこう条件とかそういうのは多分引き出したいんだろうなとかね、やっぱりこう本当は今年行きたいけれども、せめてねこのオフにこう契約結べるような何かねこう足跡を作っておきたいんだろうなっていうのが、まあ簡単に誰でも憶測できるね、想像できる話だと思うんですけれども、僕はねこのニュースを見た時にね、まあよくみんな言いますよね、まだ結果を残していないとか、1年間ローテーションで投げていないとか、その理屈は通じるんですけれども、それはあくまで日本で野球をやりたくて入った後にメジャーリーグを目指した人の話です。メジャーリーグを最初から目指している選手、これはまあ佐々木朗希だけに限らず今はたくさんいます、たくさんいると思うんですよね。たくさんいる中のうちの一人だと思うんですけど、そういう選手にとって活躍したから結果を残したからではなくて、彼らにとっては日本のプロ野球に入るっていうことは別にそれが目的じゃないんですよね、言ったら大谷選手なんかはそうだと思うんですけど、彼はメジャーリーグに行きたくて日本に指名されて、まあ折れた形でね新しい夢を提示してもらったから行ったわけですけど、言い換えたらね、まあ言ったら日本のプロ野球でやってあげたなんですよ彼はね。まあやってあげた感じなんですよ。本当はメジャーやりたかったけれども、やっぱりそのね、説得に応じて、まあ、夢ももう一つできたからやったと思うんですけど、やっぱりそのメジャーに行きたい人たちにとってはね、やっぱりその日本で活躍したから行くとかっていう感覚じゃないですよ。自分はメジャーに行きたいんですよ、もともと。ただ日本のプロ野球から指名されて行くべきだというルートがある、行くべきだと言われている、通らなければいけない、だから通ってるだけなんですよ。だからそんな選手に1年間活躍してねえじゃねえかって言われても知るかよって話なんですよ。彼からしたら彼の夢はメジャーリーグなんで、そんなことを言われてもって話なんですよね。もちろんね、こう日本で結果を残してから行った方が、まあ、給料は上がるし、契約上の問題で、ね、向こうの、ね、ルール上の問題で25歳以上のマイナー選手、25歳以下のマイナー選手はね、取ったらマイナー契約じゃないといけないというね、ルールとかもあるから、確かに25歳以上になってから行った方がいいとか、そういうのはあるんですよ、もちろんね。家族してから行った方が金もつり上がるし、そのなんていうのかな、自分自身が自信を持って挑めるっていうのは一つ大きいから、そこは分かるんですよ。分かるんですけれども、そのこの世間が決めた活躍したとかね、活躍したら言っていいで、じゃあ活躍って何とかね、勝ったら言っていいとか、優勝したら言っていいで、優勝って一人でするもの、佐々木朗希がするもの違いますよね。大谷翔平するものじゃないですよね。チームがいて優勝があるわけでね。だから一人の力で優勝するものじゃないの、優勝してから導いてから行けとか、活躍してから行けとか、それはもうね佐々木選手には全く関係ない話なんですよね。だからまあ生かしてやれよっていうのはまあ思うんですけど、ただね、僕一つ今回ねこのニュースを見ながら出してすごいなと思ってるんですよ。一つ、いやね、まあこれ年齢で言っちゃいけないんですけど、まあ、だから22歳ですよ。22歳でメジャーリーグに行きたいからといって、しかも今の状態で言ったらお金もらえないんですよ。お金そんなもらえないこと分かってるのに、ここまで契約キャンプが始まるまでごねない22歳ってなかなかいないですよ。こんなね、こうなんていうのかね、まあ誰かに言われてるとか言われてますけどね、いろんなニュース流れてますけど、でもここまで自分の信念でね、俺は行きたいんだっていうのをねこう主張するというか、まあいろいろねこう権利があるから、この入団前にこう口約束か何か分からないですけど、球団と言ってるから俺はいつでも行けるだろうっていうのを言っているっていうニュースが流れてますけど、そういうね報道が出てますけど、それがあるかどうかにしても、それをね要は自分でまあ戦っているっていうところには、非常に僕は凄みをね、もちろん代理人の姿があるからなんですけど、キャンプを自費で行ってまでですよ。だってね、まあ今年契約したら1億超えると思うんですけど、まだ行ってないような選手がですよ、
ね、そうやって言えるって僕はすごい夢の持ち方だと思う。これだけ夢があるんだってね、いうふうに思うんですよね。ただね、ここで一つ僕が佐々木朗希選手に、まあ、言いたいわけじゃないけど、思うのはね、まあ、今多分球団にこう入団前に言ったことの権利の話を、まあ、してるような報道が流れてて、まあ、彼は、まあ、メディアには一切出てきてなくて、その思いを言ってないんですよね。で、僕は佐々木選手の思いを言ったらいいと思うんですよ。要するにその球団にっていうだけじゃなくて、こう世の中に対して要は夢を語るべきだと僕は思うんですよね。夢語ればいいと思うんですよ。っていうのは権利を今多分、まあ、球団と話をしているような感じだと思うんですけど、権利は権利として、まあ、話、それは交渉の中でいいんですけど、まず佐々木選手の夢を語ればいいと僕は思うんですよね。で、これなんで思ったのかっていうとね、この前たまたま TikTok を見てたんですよ。で、 TikTok を見てたら、あの Ado っているじゃないですか、アーティストのね、 Ado、 この Ado ですよ、ね、紅白にも出てましたけど、その Ado がね、コンサートかなんかライブでファンに向けて、今からこう夢をというか、もう目指しているものことについてお話をしますっていうのがねあったんですよね。で、その中で彼女がね、世界を目指しますというふうに言いました。で、グラミー賞を取りますと。で、世界ツアーをやりたいと。で、3つぐらい夢を語ったんですよね。まあ、それに対する、まあ、要は、まあ、ライブに来てる反応っていうのは、やっぱすごい、うわー、いけーって感じなんですよね。やっぱりね、そういうふうに夢を語られると、やっぱり応援したくなるし、頑張れっていう気持ちに僕、なると思うんですよね。で、そういうね、こう、まあ、Ado21歳だし、21歳だったと思うんですけど、で、佐々木朗希22歳で、まあ、同世代で、まあ、そういう世代なんですよ。もう世界に出ていきたい。昔はメジャーリーグなんか挑戦するなんて笑われたし、バカにされた時代だったけど、今は誰もがね、メジャーリーグを目指したいっていうね、いう目標を持つようになっているわけですよ。で、今も高校生とかでもね、甲子園とか出てくるときに、目標とする選手はっていうのが、昔は日本のプロ野球選手だったのが、いや、もうメジャーリーグの名前がガンガン出てくるわけですよ。シャーザーであったりね、ゲリットコールであったりね、まあ、グラスノっていう人も高校球児もいたし、やっぱりすごいそれぐらいメジャーリーグの情報は分かってるし、目標になってきているんですよ。もうこれはもうね、避けられない事実なんですよ。ただそのまあもうそういう時代になってるんですよね。だから球団を受け入れろっていうことじゃなくて、まずね、その選手自身がそこに対しての思いを僕はもう語ればいいと思うんですよ。まあ、佐々木朗希選手がね、どういう、ね、メジャーに対して思いがあるのかとか、だから、まあ、Adoが、グラミー賞を取りたいっていう夢はね、僕すごい壮大な夢だし、すごいなと思ったんですけど、それこそね、今までメジャーリーグが目標だって言ってたところから、今度はサイ・ヤング賞目標だとかね、そういうことを言う人が出てきてもいいんじゃないかなと思うんですよね。だからひょっとしたらそういう思いをね、佐々木選手はね、僕語ればいいと思うんですよ。僕はメジャーリーグに行きたいではなくて、サイヤング賞を取りたいと。サイヤング賞を取るためには早くメジャーに行って、その舞台に慣れて、その舞台で活躍する下地を作って、しっかりと向こうでやりたいという思いをね、彼がどういう思いを持ってるか分かんないですよ。僕は佐々木朗希選手と仲いいわけでもないし、インタビューしたこともないし、ぶら下がり取材、去年の WBC でした程度ですけど、やっぱりその思いっていうのが多分分からないところが多分僕らあると思うんですよ。ただ彼が思いを語ったら、おそらく応援したくなると思います、みんな。で、結構ね、僕ノートの方で佐々木朗希選手のね、今回の件についてちょっと書いてるんですよ。まあ、そんな活躍するとか言ってる場合じゃないと、そういう夢をね、やっぱ応援してあげようみたいなの書いたら、結構、まあ、ロッテファンからもうなんか同意するというか、絶対応援するとかね、頑張ってほしいとかいう声も結構あって、批判ばかりじゃないんですよね。だからやっぱりその佐々木選手のね、肉声でね、なんかどこかで僕は夢を語ってほしいなと思います。メジャーに対する夢を、どんな夢を持ってるのか僕は知りたいし、ひょっとしたらね、彼はメジャーに行きたいのか、メジャーに行きたいんじゃなくてサイヤング賞を取りたいのか、なんか違う夢があるかもしれないし、そんなね、彼の思いをね、僕はね、聞きたいなというふうにね、思います。なんでその夢を語って、その上でね、こう権利を主張するんじゃなくて、このね、夢を語ることによって、なんかね、この話を進めていってほしいなというふうに思います。僕は常に日本の野球も好きだし、メジャーリーグに挑戦する選手も好きだし、やっぱり、
ね、夢を持っている人は挑戦してほしいなと思うんでね、ぜひ頑張ってもらいたいです。だから、まあ、応援したいなというふうに思ってます。なんでね、もしね、なんか、こう、そういうね、場所がないんだったら、全然僕もね、力になれるし、ね、いろんなチャンネル持ってるんで、ね、まあ、言ってきてもらえたらいいなと思いますけど、まあ、僕じゃね、拡散力が低いんであれですけど、まあ、ともかくね、本当に、佐々木選手に関しては、やっぱりそのね、夢の思いというものを語ってほしいなと、そこからじゃないかなっていうふうにね、思いますね。なんで、ぜひ、語ってほしいなと思います。それとね、最後にね、こう、今ね、こう、佐々木選手がメジャーに行ったら、こう、大谷と一緒にね、やるんじゃないかとか、で、大谷と山本由伸と3人ドジャースに行って、で、まあ、いろいろ言われてますよね、3本柱でって言うじゃないですか。僕ね、多分ね、佐々木選手は大谷とはやらないと思います。僕の予言は。やりたくないっていう言い方が表現としていいかわかんないですけど、彼はどっちかというとダルビッシュだと思いますね。ダルビッシュ選手とまあ、やりたいかどうか置いといて、まあ、ダルビッシュ選手とやる方が彼にはいいんじゃないかなって僕は思うし、で、パドレスにはね、野茂さんもいらっしゃるのかな。ね、同じ公立高校出身ですからね。ね、ぜひパドレスに行ってほしいなと僕は、ドジャースじゃないような気がします。まあ、大谷翔平のいるドジャースではないと思います。ドジャースかどうか置いといて。から多分、まあ、それはね、実は裏の話が僕の中ではあるんですけど、多分彼は大谷選手とのプレーは望まないんじゃないかな。嫌とかじゃないですよ。そんなような気がしますね。それライバル心とかでもなくて、いろんなこう思いが、あるんですよ。彼は岩手県民だし、同じね。なんかそんな僕は、印象を持っています。なので、もし彼がメジャーに行くとしても、ドジャースじゃないというふうに僕は予言しておきたいなと、当たんないかな。当たんなかったらすみません。はい、って思います。ということで、今日はね、そういうことで佐々木朗希選手のメジャー挑戦について、お話ししました。まあ、容認すべきかどうかっていうのはね、球団からしたらね、活躍って曖昧な言葉使うんですよ。10勝とか言っちゃうと、もうね、10勝でいけるんだってみんなが持っちゃうじゃないですか。2桁勝利を何年とか言っちゃうとね、だからあんまり言わないですよ、みんなね。それはまあ、球団はそれで悪くないというふうに僕は思います。はい、ということで、とにかく佐々木投手、夢を持って、夢に向かって頑張ってほしいなということで、夢を語ってくださいということで、以上です。ということで、今日はその辺で終わりにしたいと思います。今日も最後までありがとうございました。ジャーナリストの宇治原でした。